はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。えー、っと、1週間ぐらいですね、全然動画出せてなくて、すいません。ちょっとね、僕が体調崩してしまって、なかなか、ま、指示もできてないし、動画自体もね出せてなくて、あ作、作れてなくて、はい、申し訳ないです。で、今日はね、そんな中でもちょっと、少し前に撮ったプレイ動画、まだ動画としては出してないと思うんで、それの細かい説明をしながら見ていこうかなと思ってます。まあ、特に初心者の方は、もしかしたら、 あそういう時こんな風な考え方あるんだとかこんなことも考えてるんだっていうもしかしたら気づきがあってね参考になるかもしれないんで、はいまあ、参考になれば嬉しいなと思いながら撮っていこうかなと思います、まあ、だからちょっとね、えっと、僕の体調が戻っていつも通りプレイが指示がねできるようになるまではこういう解説というか喋ってなんか説明するような動画が多くなるかもしれませんがその辺はご了承くださいさあせん はい。ということで、早速見ていきましょう。これね、海岸線の、えー、キッチン勝手口を、えー、カプカン使って守ってるラウンドですね。で、あと、あれだ。C4 じゃなくて、イングレ持ってるのは、なんかね、あのー、イメージですよ。このサンライズ、ブルーバーあたり、守るときにイングレで車線作っていつでも対応でき,できたりとか、まあ、逃げ、逃げ場作れたりとか、 あとはロビー側守ってる時ときに、えっと、ブルーバーに対して、中庭のあの壁ですね、でっかい。イングレ開けてとか、あと今横にありましたけど、ボムのえ中庭からボムに対して、キッチンに対してイングレで車線作れたりとか、いろいろできるんで、だから C フォりはイングレがいいかなっていう感じでイングレにしてます。あと、ここを閉めてるのは、 サンライズバー守るときに、まあ、ブルーバーから来たりとかいろいろあると思うんですけど、そのときにね、一応自分の戦えるポジションを作るために置いて、ああ、補強してます。今ね、ヒューズにカメラを壊されましたね。はい、どうも止まります。えー、今ね、実は一つ、もう、このちょっとした時間で敵の、まあ、立ち回りというか、わかることが一つありました。あ、なるほど、そういうふうにやってんのねっていう。 まあよくね、音とか聞きながら見てほしいんですけど、まあちょっと今のもう一回ね戻してみますけど、補強しました最初的なエントリーが見たいんで、外カメね、見ますで。ここで今ヒューズ、おそらくヒューズっぽいこの <laughs> 見た目ね、人がカメラ壊してきました。まあだから僕のこの目の前ですね、サンライズ外。で、あ、来そうだな、サンライズもしかしたら。 でもヒューズでサンライズ来てどうするんだみたいなことを考えてます。で、ここで僕は一瞬この右のね、ボムの方見たじゃないですか。なんでかっていうと、AK の銃声がしたんですよ。これね、ちょっと戻すね。これ。AK の銃声してるじゃないですか。っていうことは、さっきあのカメラ壊してきたヒューズがキッチン窓に打ち込みに行ったんかな。 みたいなことを考えながらプレイしますこういう暇な時はね。そこまで把握する必要あるっていうふうに思うかもしれないんですけど、これが意外と後々ね、大事になってきたりするんですよ。まあ、例えば後から、あエースもいるんだとか、ってことは a k もう一人いるから、ちゃんとそれも含めてね、音を把握しないと駄目だなとか、後半になって上で a k の音してたら、あのヒューズが上いってる、これポンポン来るぞとか、まあ、いろんなことが考えれるんで、これちょっとしたこともね、 考えておくと、まあ、特に今だとサンライズ外いたやつがキッチン行ってるかも。あ、ってことはサンライズもしかしたら来ないんかなとかっていうふうにも思えるしね。はい。続き見ていきましょう。で、ここで味方の位置を全部確認してます。注目もう一回戻すね、ちょっと。はい。まず、えー、階段、リージョンいます。で、上の遊撃にアリバイがいます。で、一回ね、エイリスしてこれ確認しましたけど、ソーン、ボムにいるのはソーンだけ。 でやばかったら僕戻らないとな,なっていうふうに軽くね思ってます。で、えー、オフィス側に文字っていう配置です。っていうのを確認してるよね、ここで。まあ、例えばここで、えー、ちょっと戻すよ。めちゃくちゃ圧がかかってる。キッチン窓とか勝手口外すごい圧がかかってるんだったら僕は絶対戻ります。だけどまだそういう雰囲気ないんで、現地直でね、ゴリゴリ押してくる感じじゃないんだなっていうふうに。 予想しながらね、普通に待ってます。はい、ここで味方が負傷しちゃいました。で、僕は寄っていきます。まあ、起こしに行きますね。窓警戒して、入り口警戒して、撃ってこない。どうやられたんだって思いながら。はい、で、今人いましたけど、ここで起こす。はい、まずここで一つね。 まあ見てる人の中で、そんな無理して、無茶してまで戻るべき場所なのかって思うかもしれないので、もう一回戻すね。ここで味方が負傷しました。普通、ここまでの距離があって、僕がね、そこに到達するまでに、この窓、この窓からの車線って結構不利じゃないですか、僕の位置って。こんなにハードピークというかして、リスクを冒してまで寄るべきなのかっていうとこなんですけど、これは絶対寄るべきで、 僕はちょっと前でね、味方の位置が確認したと思うんですけど、その時に味方が、まあ、ボムを守ってるのがソーンだけっていうのを確認してました、最初で。なので、ソーンが死んじゃった瞬間戻らないとなっていうことはもう事前に考えてました。なので、ここで負傷した瞬間すぐ寄ったじゃないですか。ここでね、敵が負傷したことを知ってて、ボムに一人しかいないっていことが分かってる場合、一気に取られるんですよ。そしたらもう、 攻守が逆転しちゃうっていうか、攻め側をボム取り切って、敵が戻ってくるところをずっとこの辺とかをね、ロックしてれば勝てるので、まあそういう状況一番最悪なんで、僕はもうすぐ戻ります。で、この判断が遅くなっちゃう理由が、味方の位置を把握してないっていうことになるんで、最初に僕が味方の位置をバーって見ましたけど、ああいうことしてないと、どっかで味方が負傷した時ときに、判断がね、こう、少し遅れちゃう。あれこれボムじゃんボムの一人じゃん やばいこれ戻らないといけないじゃんっていう考えるこの何秒とかでうまい敵はガッて入り込まれたり、入り込んできたりするのでちゃんと味方の位置を把握しておいて誰かが死んだら補充で戻らないとなみたいなことは事前にこう考えておくと判断スピードってすごく上がるので,でここは無理してまで戻らないとねあそこの味方は生きててもらわないとボムが取られちゃうんでこういうね 窓とか怖いですけど、はい、絶対戻るべきですね。で、もう一個ここね。はい。この前の動画で一回説明しましたけど、こ,この勝手口外の、この、えー、弾じゃない、花壇の上ですね。はい、この位置です。こっからおそらく撃たれて味方を負傷してます。これ覚えててくださいね。ここの花壇の上に乗れるので、はい、ここは相手しますね。で、一瞬、僕見えたんで味方、あ、えっと、2パでやってたんですかね、この時。 だから、孫の方にあ、これ花壇の,の奥の上乗ってるから、あんま顔出さない方がいいっすよっていうふうに言ってます。はい、はい、もう一回再チェック。今いなくなってましたね。これ多分、目的地来たんで、グラズ。ーーグラズっぽいっすよ、ね。まあ、ここはもう勝負しません。絶対、勝てないんで。で今、ポンポン入りました。上のヒューズが。ロビーからカメラが回っていきました。はい、これドローン全然壊せないのは、 言い訳すると、めっちゃ久々の指示だったからっすね。<laughs> これ大事よ。すごい大事なところ。なんでこんな操作とかエイムがおかしいのかっていうと、めっちゃ久々だったからっすね。で、ここで、ね、こ、これはあの動画でも話したかな。この、隙間からね、あの、外が見えるので、ただ、ここ、知らない人のために話すと、弾は通りません。見えるけど、弾は通らないんでね。お互い。 ドローン回してますねまだポンポンしてるでポンポンで死んじゃった、はい、フラグ持ちですね今フラグ投げた後にドローン回してきたんで1バレましたここはねもう早めに展開していかないと絶対ダメで 頼む勝負しに来てくれっていうふうに思ってます。はいえ。もういろんなポイントあるな。これまずね、ちょっと一個一個ちゃんと整理していきますね。えー、ここで、ロビー外ドローン回してます。で、ここでね、ポンポンによってボムの味方が死んじゃうんですよ、ソーンが。で、そうなると、早めにここの勝負を切りつけないと、ボム取られちゃうんですよ。まあでも、 ヒューズが上に行ってポンポンしてるんで、多分上に敵がいるのでね。まだ、ボムは大丈夫。あるとしたらさっき言ったグラズとかが入り込んできちゃうとやばいんで、早めにここの勝負をつけたいんですよ。よ<し>っていうのがまず一つ目のポイントねで。今フラグ投げてきたんで、フラグ持ちが前でずっとドローン回したりしてるのがわかります。で、ここで自分の位置がバレた。これチャンスですね、逆に。壊して、ただも勝負しに来てくれっていうふうに思ってます。っていうのも、ここを早めに潰さないと、ボムがやばいんでね。 はい、でここも今のポイントです。今、レプリケーター出したじゃないですか。レプリケーターって、こういう場面さ、正直、出したところで敵からするとそんなメリットなくて、壊されてまた敵に移動されるだけだから、ここで考えてほしいのはね、あの、出したふりですね。偽物ですよってふりして、本物が来るパターンで結構あるんで、でこの場合だとお、音聞いててくださいね。ちょっと、すぐプチって切れるんですよ。 なんかプシューじゃなくてプシューみたいなこの途中でピッて止まってるんでこれは絶対フェイクですフェイントそこも気づくのめっちゃ大事でこれでフェイントして中入ろうとしたんです相手も時間迫ってきても早めに取りたいっていうね気持ちが出てたのか勝負しに来てくれたんでここ抑え込みましたでそうなると僕が押さえないといけないさっき言ったクラズですねはいこ,こでイングレが使えるとはいでこれね イングレで開けて、はい、押さえ、押さえてるじゃないですか。グラズの位置はね、ずっと分かってたので、でキピンも立ってるし、抑えるんですけど、ここでね、なんで前に出たか。これなんでか分かります僕が前に出た理由。これが分かる人は、全体の敵の配置っていうのをイメージしながらプレイしてる人だと思うんですけど、この場合ってね、もちろん僕はここでずっと待ってたいんですよ。ここの壁を使いながら待ちたいんで。 だけど、前出なきゃいけなかった理由が、残り30秒、他の敵、ヒューズとノマドっていうのも絶対降りて、周りからどんどんボムに対して進行してくるはずなんですよ。そうなった場合に僕のこの位置って、この左の通路とかね、テラスとか真後ろとかいろんな場所から車線が通って危ないので、仮にこのグラズが進行してこなかった場合に僕はずっとこの位置に残っとく必要があるじゃないですか。進行すぐしてくれたら、 パッてグラズ倒して中に入り込めるんですけど、来なかった場合ずっとここにいなきゃいけないから、それだと他の敵から狙われるんで、まずは射線切ってから勝負しなきゃいけなかったんで、前に出ました。そしたらグラズ、グラズもたまたま前に出てきてたんで危なかったんですけど、ただここは倒しきれて、ディフ落ち。ディフが落ちたので、これさ、一つ疑問なんですけど、これディフ落とさせたのになんで所持者、 ダウンのあれが出ないんだろう。ポイント。不思議じゃないこれ。今、今思ったけどさ、絶対所持者なんとか見たら出るよね。なんでバグかなあ、ソーンで負傷した判定。いや、違うな。ちょっとわかんないね。これに関しては。<laughs> まあ、いっか。で、これで、あの、ディフォチ確認してます。で、一人ポンポンしてる、ノマドの位置がわかんない。 はい、これまだポンポンしてます。で、今ね、ポンポンしてる、はい、ポンポンしてる上に、じゃあまだヒューズいるな。の後に、味方の位置確認してます。あ、味方が上取ってくれてる。これで、ヒューズ倒してくれれば、残り20秒。まあ、ノマドさえ抑え込めば勝てるから、勝ちパターン入るな。で、見てます。ただ、味方さん。と思ったら、ここで、やられちゃいました。で、ここで僕がね、 この階段に対してダッシュします。これなん、なんでって疑問に思うかもしれないんですけど、これにも理由があって、まずね、ちょっと戻,戻しますね。グラス倒して、はい、キッチン大丈夫かな確認しに行きます。そしたら上でポンポンしてるで。味方上いる。やられました。はい、ここ大事。キルログ絶対見なきゃダメですね。こういう時。キルログで見ると、これ ARX なので、ノマドがまだ上にいることがわかります。 多分ヒューズがポンポンして、そのカバーでノマドが入ってる。でそのノマドに味方の、えー、文字がやられた。ってなると敵は残り18秒。もうダッシュでボム取りくるしかないです。ってなった時に僕だったら、カバー役で入ってたこのノマド。窓降りて入るか、階段ダッシュで降りてくるんですよ。で、まず僕はね、その、どっち側かっていうのを確定させたいんですよ。右か左かわからないところを右左見るより、 まず右を確実に潰しきって左に集中したいっていうタイプなのでまずダッシュで階段降りてくるところを押さえてますここねあと秒で音もしないし来ないっていうことはもう確定、えー、A 側窓とか入り口から入ってくるか勝手口外から入ってくるかどっちかもうこの2つだけこの音聞きながらディフを取りくるのを待って右来ないで左確定 打ち合っててこここの動きも実は大事で戻しますね<秒>今言ったみたいに階段をまず押さえ込んで階段来ないっていうことは勝手口からキッチンの入り口まず右この窓から降りる音もしない走ってる音もしない来ないなってことは左残り5秒 1>, 1人針踏んでるちょっと遠目ででこの人が来たのは今窓からなんですよ音的にね窓から来て右から現れたんで針踏んだやつって奥の音だったんで ここでまず把握してください。二人の位置を。でかつ、ディフューザーの位置っていうのが、ここなので、敵が取らなきゃ勝てないんですよ。で、取らなきゃ勝てないんですけど、もう一つ勝てるとしたら僕を倒すこと、殲滅することが敵の勝ち条件なので、僕は必然的にね、生きること、死なないことが大事になるじゃないですか。で、ここで引きすぎると、なんでダメかっていうとね、まあ、瞬時の判断なんで、いろいろミスはあるかもしれないんですけど、 引きすぎるとすぐヒューズにリフュー取られてこの辺で設置されちゃう。まあ、可能性がある。で、じゃあ、いつでも行けるような位置例えばなんですけど、この辺。この辺の位置でずっと待っておいて、リフュー取ってすぐ設置された時にすぐ潰し行けばいいじゃん。っていうふうに思うかもしれないんですけど、それに関しては、ヒューズだけじゃなくてノマドもいるんで、ノマドがこの通路に対してね、ピークするかもしれないし、 もしかしたらこのテラスとか降りてくるかもしれないし。なんでこの位置は絶対安全じゃないですよ。だから、もし引いた位置でディフを拾わして、ワンチャンね、即設置させるっていう判断をするんだったら、カウンターぐらいまで引かなきゃいけないんですよ。まあだからタイミングとしては、この辺でね、残り11秒、10秒ぐらいで、このカウンターぐらいまで引いとかないと、この辺でずっと音聞きながら設置を待つっていうことに関しては、絶対、 通路とか危ないのでダメ僕の中では選択肢してないので引くとしたらもうこのカウンター裏ぐらいまで引くっていう判断になるんですけどそうすると音聞こえづらいしディヒュー速攻取られて設置行った時にカバー役がすぐね準備できちゃうしこの通路も抑えられるかもしれないんでもうその選択肢はまず僕の中ではないです引いて待つっていうことはなので近場に入り込んで抑え込むまずはねっていう判断でした でここも引きすぎると残り4秒とかなので、えー、先のぞけで潰されてもダメなんでね。わざとこの走って急いでくるタイミングを見て前に出てますここで。倒せなかったんですけど、ここで大事なのは死なないこと。僕はここ、ヒューズよりこっちを警戒してるのは、さっき言ったノマドっていうのがここを押さえ込みくるかもしれないんで、ここを打ちながら入っていったっていう流れでした。これもね、なんとなく、ここでね、左に来てるな。 ユーズと打っちゃいました倒さないとって思っちゃうかもしれないんですけどそこの判断ってほんと勝敗分けたりするんで、まあ、僕がねこの時エイムよくて簡単に倒せてれば問題ないんですけど別に倒せてなくても逃げてノマドに潰されなければ勝ちなのでっていうまあ戦い方もあるってことですねだからこのすちょっとした時間でもいろんなことをこう見ながら聞きながら判断しなきゃいけないんで、まあ、僕はだから エイムに自信もないし、キャラコンとかね、そういうのはもう全然ダメなんで、こういうちょっとした情報とかで戦わなきゃいけないって思ってるから、まあ、いろんなことを考えながらね、やってればまあ、勝てないことはないんで、打ち合い強い人にも。まあ、そんなことも、この動画でなんか知ってもらえて、参考になったら嬉しいなっていうことで、まあ、ちょっと長い動画になりましたけど、でもやっぱね、こういうふうに細かく説明しないと、説明しきれないぐらいいろんなことが、 一つのラウンドの中でもあるので、僕もこの動画で説明できたらね、なんかこう伝えられるし、この動画もいいのかなと思ってますの、ね、で、またね、こんな感じの動画も撮っていこうかなと思ってます。何か感想とか、まあ質問とか、ね、あったりしたらコメントでお願いします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。